時を松岡昌宏、43、が、レギュラー出演する11日深夜放送のテレビ東京、2軒目どうする。チルダつまみの話、土曜深夜0-50、で、この日ゲスト出演した女優、高岡早紀、47、との熱愛を報じられた過去を明かした。高岡とは20年来の付き合いだが、仕事で一緒になったことはなかったという、行きつけの、飲み屋が一緒だった、という縁で、飲み友達として親しくなったある日、週刊誌に密会をスクープされたという。昔、書かれたことありますからね、早紀子姉さん、高岡、と、週刊誌に、と松岡。ある日、歌番組の特番に出演後、エンディングまで残っていなくていい番組だったので、と帰宅し、飲食店で偶然、顔を合わせた高岡と飲んでいたという。ところが、その様子を週刊誌にマークされていたようで、後日、その模様をスクープされた、時を松岡、エンディングをバックれて高岡早紀に会いに行く。で、歌番組のエンディングをバックれてまで、高岡早紀と育む愛。みたいな、と明かすと、高岡も博多大吉、49、も大爆笑。高岡は報道されたことすら知らなかったようで、本当に？私に会いに来ちゃったみたいな、と驚いていた。実は歌手として芸能界デビューしたという高岡は、今や23歳の長男、20歳の次男、9歳の長女を持つ3児の母。大吉から年相応の健康法を聞かれると、高岡は、ジムとかは通いません。まあまあの年齢だし、ジムを頑張るといろいろ、体に、支障が出る。危ない、と、激しい運動は控えていることを明かした。家で飼っている大型犬の散歩を休日の日課にしており、出て遊んで帰ってきて、2時間っていう感じです、と、ゆったりとした健康法を披露。松岡は、2時間、有酸素運動はすごいな。いいトレーニングだ、と感心していた。